ああ、やっと授業終わった。帰ろうぜ。え彼女と帰る。ああ、そっか。そういや、最近できたとか言ってたもんな。破裂しろ、リアジ <laughs> ええ はまあ正直あんま付き合いたいとかないな今好きな人いないし別に好きじゃなかったら言い寄られても関係ないからそうなんだよえあ誰、うん、それ 三つ編みで、メガネのああ。なんか、いたような気はする。喋ったことない。なんでだよ。うっせえな。早く彼女と帰れよ。待ってんだろ。ああ。じゃあ、の、おっと あ、いって椅子傾けすぎた。払うなよ。いっててててなんてすりむいた。あ、おい、このタイミングで帰んのかよ。あ、じゃあな。 はあ久しぶりにこけたなあ、うん、ちょっと血出たしはあ保健室で絆創膏でももらってからあのー、すいません 絆創膏をもらってもいいですかあ、あれ先生いないあ、あれって、さっき言ってた、同じクラスの。あ、ああ。 何やってんのああ、保健委員なんだ。ふふ、知らなかった。あ、ああ、先生とか今いるええいないのああじゃあ、まあ、いいか。あ、ああ、いや。 ちょっとすりむいちゃってさ。座ってって。いいよ、別に。帰るついでに寄ってみたくらいのもんだし。消毒なんて大げさな。そんな怪我じゃない。あ。あ,ありがとう。 じゃあお言葉に甘えてあのさなんか気まずくない <laughs> だってほら俺たち喋ったことないしそれに二人きりだし ねえ、なんでクラスの奴らと喋んないのえ喋ってないじゃん。う避けられてるってことはないと思うけど。考えすぎだって。あ、その、メガネと三つ編み取ったら。 あと、そうやってうつむくのやめろよ。<laughs> ほら。ああ、逃げるなって。痛くしないから。<laughs> 手捕まえた。<laughs> 三つ編みほどいて、あとメガネし。顔を上げてみ。 ほら、恥ずかしがるなよ。ほら、こっち向いて。あ怖かわいい。あ、ああ、いや。何でもない。 <laughs> つい見とれちゃったでも絶対こっちの方がいいっていやでもこれだと他のやつらにモテちゃうなあーでもえああちょああ恥ずかしがりすぎだろ あ、お、おい。ちょっと待てよ。いいから、少し残ってくれ。えあ,あ、委員の仕事は、後で俺も手伝うからさ。少しだけ。 あのさあ。あ、待って。まだ人いるな。帰ったよし。この前からさ。なんか、俺のことを避けてない。あなんで 顔見られたの嫌だったあ。それは悪かったけど。でもさ、あれ以来、俺はお前のことを見ると、心臓のドキドキが止まらないっていうか。 お前と話せなくて寂しいって言うか。どうしてくれんだよ。誰の子供好きじゃなかったのに。お前に一目惚れしちまった。普段は別にいいよ。お前が嫌なら顔なんて出さなくてもいいと思う。 でもさ、俺だけには見せてよ。本当のお前。こんなに人のことを好きになるのは初めてなんだ。ん <laughs> 俺は本気だよ。付き合ってほしい。顔を伏せないで。 今だけはちゃんと見て。俺と付き合ってくれる <laughs> よかった。嬉しい。あ、大丈夫。彼女になる自信なんていらないよ。一緒にいてくれたら、 それだけでいいから。あ、牛ゅうよ誰もいないから大丈夫。おいで。はい、ぎゅー。えへへ。これからもよろしくね。